市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。市川猿翁さん通夜に澤瀉屋の俳優が参列。市川中車さん父を追悼誇りです。歌舞伎俳優の市川中車さん、香川照之さんが18日 X を更新。13日に死去した父市川猿翁さんへの思いを改めて綴りました。この日夜、東京都内の寺院では猿翁さんの通夜が営まれたとみられます。また午後には個人の愛弟子の市川右團次さんらが遺体が安置された都内の斎場を慰問に訪れ、別れを惜しみました。猿翁さんの死去後も京都南座、9月花形歌舞伎新水滸伝の舞台に立ち続けた中車さんと孫の市川團子さん。猿翁さんが2008年に歌舞伎化した作品で両団泊のリーダー役を演じる中車さんは18日も悲しみを胸に気丈に熱演し、最後に深々と客席に向かって頭を下げると、ひときわ大きな拍手が送られました。午後2時過ぎ、舞台を終えた中車さんは予定していたトークショーを欠席。楽屋口前に詰めかけた報道陣を避けるように別の出入り口から劇場を後にしました。19日は休演日。この日、澤瀉屋とゆかりのある都内の寺院にある斎場では猿翁さんの通夜が行われたとみられます。斎場前に複数の報道陣が集まる中、歌舞伎俳優らしき人々が出入り、参列者は猿翁さんがお亡くなりになりましたがと聞かれると、感謝しかありませんと言葉少なに語りました。中車さんも南座の公演後に帰郷し、通夜に参列したようです。中車さんは東京へ向かっている途中とみられる午後4時10分に X を更新。猿翁さんの国宝が発表された15日に続いて改めて父への思いを綴り、父市川猿翁が天命を全ういたしました。信じれば叶う、あまがける心、盲友として夢に邁進した歌舞伎俳優人生でしたと。1947年に初舞台を踏み、スーパー歌舞伎を創出した個人の代表作大和たけるのセリフを引用しました。猿翁さんは中車さんの母で女優の浜優子さんと1965年に結婚するも68年に離婚。中車さんは浜に育てられましたが、2012年歌舞伎役者として一歩を踏み出しました。中車さんは2004年病に倒れてからの20年近い年月は父にとって長く厳しく辛いものだったに違いありませんと思いを馳せながら、しかし多くの人々に愛され、自らしか成し得ない歌舞伎道を最後まで全うしたことは私にはかけがえのない誇りですと偉大な父を称えました。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。